来ました、オスカー関連がある市民はアウト。だからこのサンタマリア、あ、警戒解除になりました。サンタマリア、オスカ地域で人為的なものと思われる深刻なゾンビ災害が発生した。現地では赤いフードをかぶった怪しい人物が目撃された。あ、これ赤いフードなんですね。岩かなんかかと思った。赤いフード、でもバンフロード関連がある市民ってこの、わかんねえな、これだけわかんねえんだよな。これは赤いの関係ない、こっちか関係ない。オスカーとバンフロードって言われてもですよ、いまいちよくピンとこないですよね。あ、ゾンビ関連は増えてませんね。よし、それでは第7セブン行ってみましょう。ミシェル・モーガンさん、29歳、女性、サンタマリア。サンタマリアはいいんじゃないか。サンタマリア、これアウトです。はい、アウトです、アウトです、アウト。緑色ダメで、緑色アウトです、アウトです。はい、スティーブンさんダメです、ありがとうございました。クリストファー・スコットさん、24歳、アベントン、あ、競技持ってます、ダメで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 す。トンカチ持ってました。トーマス・ウォードさん、68歳、男性、レボスカ、オッケーじゃない、どう、市民、オッケーオッケー。ケビン・フォード、13歳、男性、バンフロード関連どうだった？バンフロード、ブラデブラデ、オスカー、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、オッケー、バンフロード、オッケー。いやー、バンフロード、やっぱダメだった。あれ、いや、もうすごいなと思ってるから、全然ダメ。ナンシー・リーちゃん、ナンシー、あー、紫色だけど、紫色はオッケーだね、確かね。で、変異体はオッケー。リンダム・ムーアさん、ローハーストもよかったんじゃなかったっけな。ローハーストもいいよね。ケビン・ブルックさん、顔、写真と全然違います。男性、これで合っていますか。いや、違います、全然違います。はい、ダメです。なかなかね。チャームズ・アダムスさん、71歳、男性、ベロニアから来ました。ベロニアはどうだったかな。いや、セーフ。ケビン・ブルックさん、アベントン、アベンジャーみたいな感じで、これはいいね。これアウトだとか、この市民は案内でしょう。ウィリアム・テイラーさん、論破ってるから、入れる、受け入れる、よし、逆の動きね。エドワード・ホワイトさん、15歳、男性、レボスカから来た。クビーノー、どう、はい、順調、ものすごく順調です。はい、目標7に対して12だからね。いや、これもうね、もう全クリだね。このペースで全クリ弱だし、これここまで来たらもう全クリ。ふう、どうした、今朝のことを思い出したの。あー、全部聞いてたのか。これは精神的にきついな、本当に。ふう、よくやったよ、エイデン。なんだよ、痛いな。こんな状況で一人一人の事情に合わせてたら、手の施しようがないほど問題が大きくなるよ。間違ったことをしてないし、自信を持ってね。うん、そうだな、ありがとう、ベル。で、ネクストデイということですね。ということで、皆様、今まで見ていただいた動画はですね、収録日1日目、多分動画で3本分ぐらいの動画になってると思うんですけど、で、1日でその3本分全部収録しちゃった状態で進めていました。これなんでこの状態で今このトークが入っているかというとですね、これ2日目になるんですよ、収録で。動画を公開した後の状態でございます。どういうことかというとですね、第1話1本目の動画を上げた時に、川を渡ったか渡ってないかっていう判断ができないっていう話をみんなにしてたじゃないですか。で、コメ欄でみんなに、じゃあの分かった人教えてくださいねって言った時に、右側の選択肢3つあるから、どこから来たのかとかを聞けば分かるというコメントたくさんいただいたんですよ、ありがとうございました。で、それをですね、動画を第2話第3話出した時にですね、そのまま1日目の収録で全部撮ってるので、コメントを実際読むのは今からなんですよ。コメント読んだ後の収録ってなのは。なので、コメント欄でアドバイスもらうっていうのはいいんですけど、よかったんですけど、遅延があるんで、ラグがね、あるんで、多分第2話目のコメント、動画のコメントがですね、いや、だからみたいな、第1話の時もコメントしたけどみたいな選択肢出てるでしょ、見えてないの、ふさふさみたいな、コメントがたくさん始まってですね、このまま第3話を投稿するとですね、多分もう一回怒られるんじゃないかなと思ってもう一回怒られる。なのでちょっと今、2日目です、これ収録2日目、こっから収録2日目で、3話分の第1話第2話だ、まあ、第3話これも途中まで入っちゃってるかもしれないですけど、第3話分のコメントを読んだ上での私のコンティニューゲームです。
はい、来ました。第8日目、工具を所持する市民をパスっていうことで、工具を持っている市民を通す感じになるんですね。オスカー関連がある市民はアウトっていうのが1個増えてて、武器を所持する市民もこれはもちろんアウトですよね。ブラッディはパスとアウト、逆に押すのは知ってます、バンフロードもアウトね。イノセント OK で、写真不一致は、写真不一致の場合は写真と違う場合、質問で選別しなくちゃいけない。だから何でもかんでもアウトにしちゃダメなんですよね。質問しなくちゃいけないっていう感じですね。あとは一緒と、脱走者外傷グリーンスキンはダメっていうところだから、バンフロードがアウトと、バンフロードとオスカーがアウトっていう感じですね。これちょっと私にそっくりなんですけど、このゾンビこれですね、武器や工具を所持した市民、政府の審査基準に従って質問した後で判断することってなってるんで、まあ、これは OK っていう話になる感じですかね、今回は。なので、注意しなくちゃいけないのは、オスカーとバンフロードだけ気をつけていきたいと思います。始まりました。チャールズ・アンダーソンさん、あ、写真が全然違う、写真がおかしいな、写真さ全く同じに見えますが、はい、これダメです。男性と女性だもんね、そもそもね。はい、来ました。リサ・ジョナサンさん、69歳女性、最近どの地域にいましたか。これだね、サンタマリアです。サンタマリア OK だよね。バンフロードと、あれどこでしたっけ、バンフロードともう一個どこでしたっけ、ヨーゼフ・マーティンさん、ヨーゼフ・マーティンさんはこれいいね。最近どの地域にいましたか。ロスレオネス、あれロスレオネスって OK でしたっけ。バンフロードどこだった。メアリー・スミスさん、紫色だから OK、 どうぞ。紫色は変異体なんで大丈夫。ジェームス・ダンガンさんアウトです。あ、だけどアウトだけど目が論破ってるんで入れます。逆、うまい。リサ・ベリーさんが緑色だからこれはアウトです。アウト、はいはい、6分の7、サンドラ・ウォーカーさんは紫色だけどいらっしゃい、はい、紫色です。変異体は OK、 変異体 OK で、エリザベス・マーティンさんは写真と同じで、お住まいはどちらですか。でサンディエボはOK じゃない？サンディエボ OK だね。よしよし、 OKOKOK、ケネス・グリーンさん、顔は同じでエルミラの30、どこから歩いてきましたか。今まで暮らしていた地域は、エルラミア、エルラミアは OK じゃない？エルラミア、おっしゃ、ナイスナイス。ドナルド・ガルシアさん、ドナルド・ガルシアさん、これ男なの？あ、男性なんだね。15歳でエルラミアどうだった。最近どの地域にいましたか。バンフロード、バンフロードダメ、バンフロードダメ。 OK、 完成者ナイス。10人目エリザベス OK、 パーフェクトじゃないですか。よし、よくやった、パーフェクトじゃない今回。リザルト画面来ました。いや、これイケてますね私。いや、あのね、これはもうこれはコメントもらってなかったら多分私永遠とあの地域のあの質問気づけなかったと思う。じゃあこれね、やってると視界の視点の位置をね、右の質問欄に振ることが結構難しいんですよ。この、まあ、プロフィールと見た目のところで急いで判断しなくちゃいけないんで、質問を読んでるの慌てちゃうんですけど、まあ冷静にやればこれ全クリいけるんじゃないかな。ネクスト、アレン、君が、飛来神を立てたんだろう、ありがとう。ちょうど雷が心配だったんだ。うん、立ててから2日も経ってるよ。エイデン、礼を言うには遅すぎないか。ああ、すまん、この2日いろいろありすぎて。確かにいろいろあったもんね。ああ、それより俺はもうこれ以上補助バッテリーは増やさないからな。いや、なぜ、なぜ政府でも進行中の研究だったそうだ。ちょうど研究が終わって近々民間避難所に支給する予定らしい。ああ、そういうことね。政府の研究員数十名がかりでやっと作ったものを君一人で作っていたのか。しかも向こうより早く。俺も一時は政府の研究員だったが、そこの研究員たちは全員の力を合わせても俺の足元にも及ばない無能の集まりだった。すごいな。ところで、そんなに優秀な君がどうしてここに派遣されたんだ。研究員のやつらがあれもこれも全部俺にやらせている気がしてさ、俺に任せてあいつらがのんびりしているのをこれ以上は見たくなかったんだ。それで外部への、支援派遣に申し込んだわけだ。所長のやつ、まるで餌を欲しがる犬のように焦った顔で引き止めていたな。あの表情は今でも忘れられない。本当にすごいな。ネクストデイ、デイ9日目ですね。これ何日目まで行ったら全クリになるとか、そんなある、一応ゴールあるんですかね。この仕事にもだんだん慣れてきた、全然平気だな。おーっと、新顔エドワード、あの、おはようございます。民間避難所ストレングスから来たエドワードと申します。あのストレングスですか。はじめまして。この避難所の審査官エイデンです。そのどういったご用件でこちらへ。
最近私たちの避難所に人が集まりすぎて、外の警備を担当するガードが足りない状況です。こちらにも適任者がおられましたら1名派遣していただけませんか。期間は2日ほどと考えております。うーん、ご覧の通り私たちもそこまで余裕のある方ではないですが、でも2日くらいなら、はい、2日後には政府から軍人を派遣してくれるそうですので、その日の夜にはお帰りいただけるかと思います。少し考える時間をください。どうしようか。いやダメだ、俺たちの事情もそんなに良くない。2日くらいなら大丈夫か。まあね、自分ところの避難所だけじゃなくて、やっぱこれ地域全体の話なんで、他の避難所が大変だっていうことあってね、まあ、2日ぐらいなら大丈夫。いやダメだ、すみません。こちらもガード2人で交代勤務をしていますので、人数が減ると運営が難しくなりそうです。そうですか、わかりました。エドワード、残念だったね。お時間いただきありがとうございました。それではじゃあな。ね、まあ、自分ところの避難所をやっぱり最優先していかないとね、うん、一体どれだけ人が集まってたらガードが足りなくなるんだ。そんなにいっぱい収容してるってことですかね。はあ、有名になりすぎるのも大変なもんだな。来ました、ニュース。伝染しない変異ウイルスイノセントの遺伝子研究によってワクチンを開発したと政府の研究チームが発表した。効果があるのは全身ではなく体の一部だけ緑に変色した状態の感染者のうち18歳未満のみだという。いやもうちょっとわけわかんないの来たぞ。ワクチン開発で18歳未満で一部だけ緑はパス。だから18歳未満で一部だけ緑、全部緑はダメなんだね。18歳未満の全部緑はダメで、18歳未満だけど一部だけ緑だったら OK パスってことね。でしかも会場警戒解除バンフロードは OK になったと。いやーこれまたさらに難しくなったな。だから地域でアウトなのは、あーオスカーね、オスカーがダメ、オスカーがダメ、オスカーと工具は OK で、ワクチン開発は18歳未満で一部だけ緑っていうのがダメと。これか、18歳未満の感染者で体の一部だけ緑色になる症状が現れているケース、ワクチンが開発されたのでパスさせる。え、体の一部緑色ですかこれ。え、普通ですけど。え、18歳未満の子供はとりあえず全身緑じゃなければ大丈夫ってことでいいんですかね。じゃあそれでは、参りましょう。